と秋吉選手に話されてしまったので、はい、毎回ですね悔しいです。今回その決勝のコンディションに合わなかったんですか？いや、その朝フリーからちょっと変えたらそれがあんま良くなかったみたいですね、はい、朝フリーのままでいけば全然勝負できたと思うんですけど失敗しました。もうそれはスタートしてすぐ？そうですね、スタートして1周目の、まあ、タイヤが温まってきてからちょっと違うなと思ってペース上げようと思ったんですけども7秒6が結構いっぱいいっぱいで転べないしペース上げられないしって難しかったです。まあ、今回はその中で、しっかりゴールするっていうのを選んだ感じですか？まあ、最後まで全力では走ってたんですけど、まあ、全然ペース上げられなくてダメでした。次回オートクレスですけども、はい、去年ちょっと怪我しちゃったので。そうですね、去年走ってないんですけど一昨年かな、分かってるんで、まあはい、今回みたいなことがないようにしっかりセットアップして勝負できればいいなと思います。